皆様こんばんは、トミーです。日刊トミー第30号ですね。記念すべき30号でございます。皆さん今日のねテーマは食ということですね。昨日今日と2日続けてお粥を食べました。お粥さんと関西では言いますけれども、日本でねお粥というとね、なんかね病気の時、風邪ひいた時とかお腹壊した時とかに食べるものというイメージがありまして、食べるものというかそういう時にしか食べないって、逆に言うとね、お粥食べるのはそういう特別な時だけだという方がほとんどだと思います。今ね美味しいから時々お粥炊くっていう人はいないでしょうね、ほとんどね。私ぐらいしか私はねお粥さん好きでね、時々ね主に朝ごはんですけどね、お粥さん炊いて食べます。あの有名な京都の氷亭のね、氷亭粥っていうのありますよね。 そこについている氷亭卵とかねありますけれども、一回作ってみたこともありますけどね、氷亭卵ね、切り方が難しいんですよね。中トロトロにゆで卵を作るんですよね。だからそれを切らないといけないんですけども、まあその切り方が、まあそんな話はどうでもいいんですけども、まだ、このね家でたまに朝ごはんはね、母はね食べるもの決まってて、私はいろいろなので別々に食べてるんですけども、たまにお母さん炊くとね言われますね。やっぱりどうなんしたどっか悪いんかって言われますけど、全然悪くないんですけどね。お母さん好きです。よくホテルのね朝ごはんでお母さんがあるとこありますよね。それはもう必ず食べます。お粥はね温まって、しかも満腹するまで食べてもほとんど水分なのでね、すぐお腹すくという理想的な朝ごはんですよね。まあ、中国なんかではね、香港とか台湾とかね、中国本土もそうでしょうか、朝ごはんにお粥さんというお粥専門店があって、なんかね向こうでは朝ごはん家で作るよりも食べに行った方が安いということで食べに行くのが多いみたいですね。まあ、場所によるでしょうけれども、都会なんかではいっぱい朝ごはんの店があってそこに行くと、まあお粥さんだけじゃなくていろんなものありますけどね。言って行ったことないけどすいません行ったことないです。それでですね、お粥さんの話をね今日はしようと思うんですけれども、まあ皆さんどっちですかね、ご飯から炊く派、お米から炊く派ですか。私は、まあ、本当に美味しいお粥を作りたいとき、まあ、今回みたいにね、母が、まあ、今回今別に2日続けてお粥食べたのは私じゃなくて、母がね大腸検査とかいろいろあってですね、消化の良いものを食べないといけないというので作ったんですけど、まあその後もね、一応荒れてるのでお粥さんがいいだろうというのをお粥炊いたんですけど、私は米から炊きました。自分用に朝ごはんの時はもちろん朝ごはんね作る時間もそんなないですし、ご飯から炊きますけどね。でも本格的にお粥さんを食べるんだっていう時はやっぱりお米から炊くとね格段に違います。やっぱね美味しいですね。本当はもっとたくさん炊くと美味しいんでしょうけどね。でも1合ねお粥さん炊くとねだいぶありますよ。でも昨日はね2人でそれ食べきりましたね。私が3分の2以上食べたかな。まあ満腹ですけど、まあね満腹やけど米の量としては大したことはないので、おかずもそんなにいらないしね。なんかちょこちょこっとしたもの、カツオの伝聞みたいなやつがねなんかやっぱ美味しかったですね。あと梅、やっぱり定番の梅干しですかね、明太子とかねお母さん好きなんですよ私。いろいろね思い出してみた、変わり種としてね、ダン・カズオさん作家の、家宅の人とかね。でも小説家というよりあの人は食べるものの暖流クッキングとかね、ああいうものの方がヒットしたんじゃないでしょうかね、エッセイ的なもの。まあ、ちょっと癖はありますけれどもね。家宅の人なんかは映画になりましたね。私見に行きましたけどね、原田美恵子さん美しかったですね。まあなかなか豊満な方ですね、なかなか良かったですけれども、ダン・カズオさんね面白い人ですけれども、ダン・カズオさんの本に出てきた新平粥というのがありまして、これは
詩人の草野心平さん直伝らしくて、すごいですよ。あのコップ一杯のお米、これ洗わないんです。洗いも何もしない。コップ一杯のお米、コップ一杯のごま油、そして コップ15杯の水ですね。これ煮るだけ。まあ、独特な感じになりますね。ごま油ね、コップ一杯入れたらすごいですよね。なかなかワイルドなものになりますけれども、これはまあ、誰が作っても失敗する心平はないそうです。私が言ったんじゃないですかね、これね。ダン和夫さんが書いてるんですよ。私じゃないですよ。あとね、鍋でね、ピエンローっていう鍋があるんですよね。中国北部の鍋だと思うんですけれども、瀬能カッパさん、舞台芸術家かな、あの人ね。瀬能カッパさんが、書いておられたんですけれども、まあ、白菜鍋です。でも、白菜鍋って白菜だけじゃないですけどね。結局、椎茸の戻し汁と、まあ、干し椎茸ですね。干し椎茸戻して、その茹で汁と水ぐらいしか入れない。水もそんなに入れないですよね。白菜の水分で煮るみたいな感じで。あと入れるのはもう、鶏肉と豚バラと春雨以上というね。で、これは味付けないで炊くんですよね。で、各自自分の小皿にお塩とか、一味唐辛子とか入れて、鍋の汁をちょこっと入れて食べると。だからこれはね、簡単ですし、味が良くなかったらさ、自分の責任だって、お前が悪いと言えるのでいいんだということでしたね。で、これに最後ね、ご飯入れてね、雑炊じゃなくてもうちょっと煮る、おかゆさんのように煮るんですよね。これがピエンローガユですね。これ実際ね、昔やっぱりお金なくて、そういうなんか貧乏鍋じゃないけど、なんか質素な鍋ですよね。でも美味しいんですよ。で、これ何回も作って、そのために最後ご飯ぶち込んでね、新品会じゃない、ピエンローガユ作って食べました。まあ、おじや、雑炊、おかゆ、これ区別が難しいところですよね。雑炊はだからね、厳密に言うと確かに雑炊はお米洗うのかな、お米でご飯を洗うのかな。で、おかゆは粘り気がもう大事なので、おねばって言いますけどね、粘り気が大事なので洗わないで炊いて、おじやはその中間みたいな。でも、どれがどうなんでしょうね。おじやなんかは、アフリカにそんな料理があって、おじやっていう料理があって、それが語源だという説もあって、ほんまかいなっていう話ですけどね。おかゆさんってどうですか、皆さん食べますか。めったに食べない方がほとんどじゃないですか。しかも米から炊くなんてことは普通もうしないんじゃないですかね。よっぽどグルメの方じゃない。まあ、おかゆ好きはスケベだという話がありまして、そういう意味では完全に当たっておりますけどもね。なるほどって思いますけど。おかゆと豆好き、豆好きな人もね、そう言われますね。どっちも好きです、私。大好きですけど。何でも食べるんですよ、私、割と。納豆以外ね。納豆もね、食べれないことないんですよ。どうしても食えって言われたら食べますよ。一回ね、なんかどっか居酒屋行ってスタミナ豆腐だったんですよ。何やろこれと思って注文したら、納豆とかいろいろ乗ってた中に納豆もありまして、要するにネバネバ豆腐っぽいものですよね。で、その時に連れも納豆食べない人で、これどうするって話になって食べました、私が。食べれないことはないです、決して。ただ世の中にはもっとうまいものがあるので、これを頑張って食べるという意味はないだろうというだけなんですよね。必ず言われるんですよ、その納豆好きな人をね。この体にいいのにって言うけど、まあ、悪いけど私あなたよりは元気ですよっていうね。納豆食べないけど、食べない時点でもうすでに私君より元気だからっていう、
私より元気な人っていうのはね、あんまり見たことないですね。いやさ、自分は思うにですよ。思うに。これはね、個人のね、あれやから、主観やから分かんないですけど、俺は元気だと思う人は元気なんでしょうけど、私結構元気ですよ。どんな、あれ？おかゆの話でしたね。おかゆ。そう、温まるのがいいんですよね、おかゆさんってね。ポカポカして、お腹の中から。やっぱ冷やすとダメですよね、体ってね。今、それこそ免疫力という意味ではね、あったかいもの、あんまり熱いの食べてもあかんらしいですけどね。なんか日本人ぐらいじゃないですか、ほんま熱々のもん食べるのって。外国でそんなもんないでしょ。いわゆる猫舌って言いますけど、外国人、特に欧米人は全員猫舌じゃないですか。日本人みたいな熱々のものをせめてせめて食べるみたいな感覚は多分全く理解できないんでしょうね。でも、日本はそういう食べ物いっぱいありますよね。熱々のもん。まあ、おかえさんもそうですね。温まる。そして、消化が良い。すぐ消化する。だから、満腹、おかゆの場合ね、満腹朝ごはん食べても、お昼までね、余裕でね、お腹空いてますよね。まあ、ご飯、普通のご飯を、あれだけ食べたら大変なことになりますけどね。お昼ご飯食べれる。だからよくね、その旅先なんかでね、まあ、ツアー中なんか、朝ごはん、バイキングついてて、嬉しがって食べるじゃないですか。で、やっぱりね、そこがね、食い意地が張ってるんですけど、あるものは一通りやっぱ食べたいんですよね。で、一通り取ってきたらご飯がどう考えてもね、足りないんですよ。おかわりするでしょ。ひょっとしたらその横にカレーとかあったりするんですよね。で、カレーもね、まあ、大体こんなもんやって分かっとるくせにですね、一応味見したいんですよね。一応味見てみたいんですよ。だ食べるでしょ。それ用にまたご飯がいいでしょ。みんなことになって食べ過ぎるでしょ。で、だからチェックアウトがね、遅くて11時、早かったら10時じゃないですか。早くても10時でしょ。だから朝ごはん食べるのがいつもよりやっぱ遅いんですよ、考えてみたら。バイキング9時までとか、8時半ぐらいに駆け込んでとかでしょ。8時半ぐらいに駆け込んで満腹なるまで食べたら、もう昼ね、食べれないけど食べないとね、いけないでしょ。旅先なので、やっぱり美味しいもんとかあるわけじゃないですか。例えば、札幌にいたりしたら、ラーメン食べたいでしょ。スープカレー食べたいでしょ。そういうことになってくるとね、なかなか難しいですよね。そうそう、最初の方にちらっと言いました。瓢亭さんね、京都の。瓢亭さんの朝粥となりまして、一回だけ食べましたね。大阪の帝国ホテルやったかな。に、まあ、お客さんまですごいファンの方がいてくださってですね、その方のご長男の結婚パーティーに演奏してくれと呼ばれまして、で、その日泊まりで泊めていただいて、翌朝、その帝国の朝ごはんは洋食と和食あるんですけど、和食の方は瓢亭さんの朝粥やったんですよ。普通にだから当時でも朝粥だけ食べに行っても3500円とかそんなんじゃなかったですかね。今だからもう5000円とかするんじゃないですか。いやー、やっぱね、美味しかったですね。瓢亭さんのね、朝粥はね、おかゆさんの上に、あんがかけられてあるんですよね。あ、自分でかけるんやったかな。今日それもちょっとやってみましたけどね。ちょっと味が薄かったな。だしに、調味しただし、まあ、だしに味付けただけのようなやつにをくず引いて、とろみをつけて、それをかけるんです。それは何とも言えなく美味しいんですよね。あとさっきのね、瓢亭卵ね、黄身は完全に液体です。だから切るときに、ゆで卵の両端を落として、で、真ん中に包丁を入れて、寝か、あの、一旦片方に、まあまあ 口出ても分からへんね 機会があったらやってみてもいいんですけどね。その中身が、その中身、黄身がトロトロ、完全に液体というのは全然好きじゃないけど、そこにちょこっと味付けてるのがね、瓢亭さんの名物なんですよね。瓢亭卵ってなりま
また機会があったら、ね、動画とか見てください。多分あるんちゃうかな、表定卵の切り方っていう動画ね。すいません、なんか、わけのわからん話になってしまいました。おかゆの話やったのに。というわけでね、おかゆが大好きだという話でした。金曜日は食のお話を、まあ、来週もしていきたいと思います。もうすぐ大相撲も始まりますので、フリートークに大相撲出てくるのかな、どうだっかなっていう感じですね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。トミーでした。それではまた明日。